29日の DeNA 戦、中日打線がまたも沈黙し、3連敗で今季最多の借金7に膨らんだ。初回に先発の大野が牧に左越え先制ツーランを被弾。その裏に1・1・3塁からカリステの左前敵地打で1点を返したが、終わってみればこの1点のみで、25日阪神戦から5戦連続の1得点となった。10試合連続の2得点以下は、球団ワースト記録の1956年の11戦連続以来、68年ぶり。ヒンダトンネルの出口が見えない。立浪逃げた。今日の試合何か収穫あったか？シーズン最多借金7か。ああまた負けた。打つ方は何とかします。東のログインボーナスタイムに、もう1点取れなかった時点で罪だったな。監督が得点より自分の功績になる選手の起用に、こだわってる切ない。また試合が早い早い。また1点で草。もうすごいわこれ。これ借金7で済んでるのがすごいわ。勝つには9回を1失点で抑えないといけないゲーム。って考えると無理ゲーやな。バンテリンドームで得点してるのに抑えないのが悪いよ。だから今年は違うって言ったじゃないですか。1点しか取れない打線もひどいけど、何気にチュニドラの投手陣だいぶボロボロだよな。球団史上初の2年連続再開とか、何かと歴史に残る立浪監督。なぜ苦手な横浜戦でイベントをするんや。中日打線はノルマ達成しているのだから、抑えない投手陣が悪い。なお今日の結果で唯一の得失点差マイナスになった模様。客が入らないからイベントやるのはわかるけど、ずっと負けてるよな。テラスが、テラスさえあれば、ここまで打てないのも異常だな。なんか14連敗ぐらいしそう。最近のスタメンって、割と攻撃寄りのベストメンバーだと思うんやけどな。総崩れ起こしたから何やっても一緒か。いい加減打てよ、これに尽きるわ。9回に勝てなくても点を取ってやる、って感じが首脳陣になかったよな。井端とオーナーは会食重ねてどんどん親密になってくれ、それだけが希望や。